あなたの兄様、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。皆様、家事、育児、お仕事、お疲れ様でございます。ということで、緊急で動画を回しているんですけども、なんとなんと、娘っちの肌がなんかよくわからないブツブツができてしまっているんです。なんで年末に急に肌が荒れてしまって、肌がカピカピっていうんですかね、こう柔らかい肌ではなくて乾燥がすごかったりとか、赤くなってひび割れてしまっていた時期があって、ね、まあ、年末年始ということもあって病院もやってなかったりして、すごいもう焦ってしまって、で、まあ、ツイッターの方で皆様にこういう状態なんですけど、なんかアドバイスもらえませんかみたいな感じでツイッターを投稿したら、皆様から保湿した方がいいよっていうことで、保湿のいろんなやり方とか、あとこういうのを使っていたよっていうのを紹介していただいたので、それをもう使いまくったんですよ。で、お風呂上がりに保湿とかはめちゃくちゃしてたんですけど、もう授乳のために保湿した方がいいということで保湿をして、この最初の肌がこちら。で、めっちゃ焦れませんか？めっちゃ焦って、で、この画像からこちらに、はい、なって、まあ、だいぶ良くなって、肌も白くなって、あー良かったと思って一安心だったんですけど、この動画を撮る朝に半分左だけちょっと赤いなって感じだったんですよ。あれ、左だけちょっと赤いなと思って、その後寝かしつけて、お昼お化粧したり配信したりとかして、あ、娘っちが起きたと思って迎えに行ったら、両方顔がまた赤くなってて、ちょっと今薬塗ったんですけど、あら、ちょっとこれも今薬塗ったのでね、大丈夫なんですけど、赤くなっちゃってるんですよ。またブツブツみたいな感じで、ちょっと引いたかな、うん、ちょっと引いたんですけど、なんか赤くなっちゃっててね、もう本人普通に平気そうなんで、ね、熱を持ってるわけじゃないので熱はないっぽいんですけど、なんかちょっとわかります、ちょっとこのね、カメラが肌加工がついてて若干綺麗なんですけど、綺麗に見えちゃうんですけど、ちょっとブツブツみたいな感じがあって、そうね、今プロペトっていうのを塗っているので一回落ち着いたかなと思うんですけど、こんな急にできちゃうものなのかなってめちゃくちゃ焦って、アレルギーなのか、乳児湿疹ですか、なんかそれなのかわかんないんですけど、こんな突発性で急にできちゃうものなのか、ちょっとびっくり。今日100日の撮影の続きをしたかったので、今日はできないか、まあ、引いてくれたらいいんですけど、原因がちょっとわからなくて、なんで急にブツブツができちゃうのかっていう原因が、何なのかちょっと分かんないのがめっちゃ怖いですね。で、私ウサギ今このお家で2羽飼ってて、私ちょっとウサギと一緒にいると目かゆくなったりとかしちゃうんですけど、一緒にいても大丈夫そうだったんですけど、まあそのウサギも原因なのか、まあ、原因としては2つかな。ウサギがちょっとダメなのか、急にミルクの変更しちゃったからなのかっていうのがね、原因わかんないんですけど、まあ、急に昨日まで大丈夫だったのに顔にブツブツ、赤いブツブツがめっちゃできちゃったりすると、いや、すごい焦ってしまって本当にびっくり。ちょっと今引いたのかな、顔もなんか殴られたみたいなんて言ったら言い過ぎなんですけど、赤くこうなっちゃって痒そうって思ったので、まあ、赤ちゃんがね、それで急に変化が起こるとめちゃくちゃ不安になる。これからなんだろう、一回は皆さん経験するであろう熱とかも出てきちゃったりすると思うので、そういう対処をもう今後考えていかないといけないのかなと思うと、皆さんもしよかったら教えてほしいんですけど、なんか赤ちゃんを育てる上で急にこういうことがあったよとか、もしあったらアドバイスしていただけたらなと思います。風邪とかもそうですし、肌の状態とかもそうですし、こんなに一日で
変わってしまう。1日というかもう今回に関してはもう半日、朝は普通だったのに夕方になったらこんなブツブツになっちゃってるっていう状態があるんだなと思うとめっちゃびっくりなので、ね、ちょっと何が原因なのかが本当に分かんないので、よいしょ、本人は普通なんですよね。本人がケロッとしてるのがね、意外、本当に救いなんですけど。大丈夫？痒くなかった？ね。はい、ということでいただいたアドバイスなんですけど、保湿をするっていうのはね、まあ大体そうだと思うんですけども、お風呂から上がってアトピタっていうのをいつもねつけてたんですけど、それは今まで通りするんですけど、ミルクをあげるたびにちょっと保湿を意識しました。一番最初はもう肌がガッピガビのガッチガチでだったので、お湯でガーゼでお湯を濡らして少しこの保湿っていうんですか、肌を柔らかくしてからアトピタを塗ったりしました。アトピタとあとはホホバオイルもいいって言われて、あとベビーローションもいいっていう風に言っていただいたので、このホホバオイル、ベビーオイルを塗ってました。全部一気に塗るんじゃなくて、このミルクの時間はホホバオイル、次はベビーオイルっていう感じで塗っておりました。はい、そしてお風呂なんですけども、いつも顔はガーゼで濡らしてガーゼで顔を拭いてたんですけど、もうそれをやめました。もう何も顔にはつけずに水でちょっと濡らすぐらいでやってました。こすったりとかするのも良くないし、石鹸も優しい石鹸で顔洗うのもいいって言ってたんですけど、ちょっとまた何が合うか分かんなかったので、一旦水洗いというかお湯で流すだけに顔はしたので、まあそれがいいのかはね、不潔ね、洗わないって不潔な感じもするんですけど、ちょっとうちの子はその時は何も洗わず、こすらず、肌には触れずに保湿だけするっていうねことを意識しました。あとは薬品ですね、プロペトっていうものを使ってました。こちらが2週間検診で行った時にいただいたんですね。薬をずっと塗り続けちゃうとあんまり良くないらしくて、まあ、肌には良くなるかもしれないんですけど、赤ちゃんの肌に薬品を塗るっていうのが、まあ、あんまり好きじゃない人、好ましくない人もいると思うので賛否両論なんですけど、ちょっと私の赤ちゃんの場合はあまりにもひどかったので、それをほんとちょっとだけちょんってつけさせていただきました。はい、ということで皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。皆さん本日もありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。大丈夫？びっくりしたね。夜には治るかな。よいしょ。ねえ。